その佐賀の歌詞が入られても、6月の頭の方から都数でスタートでしたよね、はい、手応えはどんな感じですか。はい、大きな怪我人もなく、ああ、まあ、順調に、本当に地元の方に大変お世話になって、良い感じで、うん、はい、合宿させてください。こちらからもお礼を申し上げたいのは、こうして、久々に作るんですが、私たちの千葉県の中で、なんかずっとこう移動しながら、ご合宿をしていただけるというのは、多分選手の皆さんの負担や、その会社としてもいろんな意味での負担は大変だろうと思うんですけども、それはとすると皆さんが思っておられる以上の意味や効果っていうものが地域にあるって思っていただければありがたいなと思うんですね。私たちはとても感謝しています。で、実際にその我が国でもそして世界でもトップレベルのそういう練習の風景と真剣に練習している姿っていうものを見られるっていうのはいつでもできることではありませんし、もうそのいろいろものを言わなくても、その一流のものの持つ力っていうのは、まあ、見るだけで、目にするだけで、いろんなこれからの子どもたちにも、また大人たちにもいろんなものを訴えかける力があると思っているんですね。地元の方もそうですし、あのファンの方々にも練習を見ていただいて、私たちの励みになっている、うん、それを結果に残せるように頑張りたいと思います。今年の4月からスポーツについてはこれまで教育委員会というところで教育の一環というスポーツという位置づけがメインだったんですけども、まあ、私の直下に文化スポーツ部というのを作って、そこでその体育とはちょっと違うスポーツというものをいろいろチェアアップしていこう、サポートしていこうっていうふうに舵を切ったんですよね。ビジネスっていうものも含めてスポーツっていうのをどう盛んにしていくかとか、どう根付かせていくかっていうことも含めて、私たちもいろんな応援をしていきたいと思っています。その意味で、まあ、例えばそのオリンピックみたいなものもこの久々のチームからも選手が何人も選ばれる可能性十分あると思ってるんですけども、そういった選手の応援というのも、まあ、もうぜひ知っていきたいと思います。まあ、オリンピックだけじゃなくて、もちろん V プレミアリーグをはじめとするバレーボールの世界でもですね、ぜひとも皆さんたちが満足の結果を得られるように、私たちもしっかり応援していきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いします。